ました、総括的に検証するということですけれども、検証した結果、量質金利の3つの次元でですね、緩和が日本銀行は本日の決定会合において金融緩和の強化を行うことを決定しました。具体的には ETF の買い入れ額を現行の年間約 3.3 兆円から約6兆円に相当するペースへとほぼ倍増させることとしました。また企業や金融機関の外貨資金調達環境の安定のための措置として成長支援資金供給米ドル特措の総枠を120億ドルから240億ドルに倍増するとともに、米ドル資金供給オペの担保となる国債の貸付制度の新設を決定しました。英国の EU 離脱問題や新興国経済の減速を背景に、海外経済の不透明感が高まり、国際金融市場では不安定な動きが続いています。日本銀行としてはこうした不確実性が企業や家計のコンフィデンスの悪化につながることを防止するとともに、我が国企業及び金融機関の外貨資金調達環境の安定に万全を期し、前向きな経済活動をサポートする観点から今回の措置を決定しました。物価上昇率がまだ 2% に達してないということはその通りでありますので、そういった状況を踏まえて 2% をできるだけ早期に実現するために何が必要かという観点から総括的な検証を行いですね、さらに何か必要があれば当然、金融政策についても考えていくと。